お菓子を振ってみたー。30分振り続けると大変なことになる。パックンチョ、キノコの山でエブリバーガー。もげくんに振ってもらうとはこちら。おっとっと、開封の儀に移りたいと思います、はい、ではまずは所長が30分振り続けたコアラのマーチです。もうすごいですね。もうやってるうちに箱もボロボロになっちゃいました。 OK 君、実際に中身見てみるね。 OK。 おわー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 、縮んでる。うわー、どうなんだろう。うわー、楽しみだな。やっぱちっちゃくなってるな。 全体積がこれですからすげえ。おめちゃくちゃちっちゃくなった。わあ。ちょっとじゃあ開けてみたいと思いますよ。おお。ちょっと待ってください。おお。おお。すげえ。何これ。お。あ、なってる。おお。すごい。おお。おはぎみたいになってる。すごい。おげくん見てるね。どこで見てるの。すげえ。すごい。コアラ感が一切ない。もう。すごいな。どこ行ったの、あのコアラは。コアラが見当たらないですね。コアラらしきもの。どお味は。うわ、すごいもっさり。すげえ。あ、中身にそのコアラの皮の部分が入ってますね。あ、本当だ、うん、コアラらしく逆転、うん、コアラの皮って表現も動物愛護団体に怒られて逆転してる。あ、確かに逆転してる。中身に詰まってるもんな。すげえ。チョコの方が外に来てるんですね。逆コアラのマーチになりました。おすごい。コアラではないけどね。グッて音がする。これ冷やしたら美味しそうだね。冷やしたら美味しいかもしれない、ね。わあ、こんな結果になりました。では続いてはピンクです。パクチョやったんですけれども、ピンクはね、こう振るときにとてもこうコツをつかんだみたいなこと言ってましたもんね。そう。うわ、おお。うわ、すげえすげえ。なんか味噌みたいな。本当だ、味噌だ。わわわわわわ。これは今回はいちご味なんですよね。これで、なんだろう、何も加えてないんですよ。湿っぽい。あ、本当だ。水気がすごい。カメラにカメラに。これ、うわ、何これ。味噌だ、味噌。味噌だ、味噌。ハイパー味噌だよ。あの、テラテラしてます。本当だ、ね。すごいですね、水気が。すごい。なんで味噌だ。なんでこんな水分が出てくるんだろう。うわ。汚い。あのね、画面では伝わらないですけど、あのイチゴじゃないですか。香りがすごい。うん、すごいですね。イチゴの香りが。コアラのマーチと全然違うね、形。違うな。なんかなんなの。やっぱ水分があるから。ちょっとこれ。すごいですね、水分。パックンチョ、行って。パックンチョ。音は硬さはそのままにガッツと、うん、サクサク言うんだね。シャクって言ってるな。どう、どうですか。まずくはない。まずくはない、うん、でもシャリシャリしてる。シャリシャリ。うまくはないないですか。やっぱあのまま食べた方がいい。はい。ああ、そうなんだ。ちょっといただきます。そんなに変わるもの。わー、濡れてる。すげえ濡れてる。これ湿っぽい。シャリっていう、この感触が砂食べてる感じ。砂シャリッシャリって言って、本当にまずくはないでしょ。ああ、美味しいですよ。美味しい美味しい、うん、まずくはない。美味しいけど、やっぱりあのパックンチョのまま食べた方が、ね、はい、こういう結果になりました。
格子状になってるの、綺麗に格子状のなんか筋がついてるんですよ。え、なんで、なんだ、怖い。中身出してみますね。